今月1日に浜松市天竜区の山に出かけたという30代の男性が戻らず、警察は山岳遭難の恐れがあるとして捜索しています。行方が分からなくなっているのは、袋石愛の東の会社員、岡清さん、39歳です。 警察によりますと、岡さんは会社の同僚に山へ行くと話していて、今月1日から出かけたとみられますが、出勤する予定の3日になっても会社に来なかったため、家族が警察に行方不明届を出しました。警察は昨日までに浜松市天竜区三作坊町で岡さんの車を、長野県との県境付近で自転車を見つけましたが、岡さんの発見には至っていません。 岡さんは県境にある観音山の登山ルートに入ったとみられ警察はきょう登山ルートを中心に捜索するということです。